来週の月からも楽しみです。来週は、来週誰来てくださるんだっけ？あ、小春さんだ、来週。来週小春さん、やばいな。めっちゃ楽しみだ。小春さん一回絶対やばい。シンプルに小春さんが ごめんけど、シンプルに小春さんが負ける未来しか正直見えないんだけどな。でもゲームがもしかしたら、全然違うゲームかもしれない。すでにやばい予感しかしない。いや、シンプルに圧倒的に小春さんが負けちゃうみたいな未来が見えちゃうんだけどな。オノマトペならワンチャン。オノマトペ系な感じするけどね。その PSK じゃない気がしますけど。月からスタジアムって毎回若干ゲストに合わせてミニゲームの選び方とか、ちょっとマイナーチェンジしてくれてますよね。この人はこういうのが好きだろうなとか、得意だろうなとか、この人っぽいなみたいなのを毎回入れてくれてる気がする。いや、でも、小春さんなら奇跡を起こしてくれるかもしれない。なんか、いつもじゃあ絶対起きないようなことが起きる。なんかそんな予感がしますね。小春さん罰ゲームでヘンドラ討伐とかになったら何時間かかるかわかんない。ヘンドラ討伐やばかったな。ツボゼンやばいな。年末までかかったらやばいな。